再開します。休憩前に引き続き一般質問を行います。議席13番、植地栄議員。6番目の質問に移ります。未来児童館について、この児童館につきましては多くの議員からですね、この間も質疑をされて、そして平成27年4月に開館したということで、3カ年経過するものですから、一応質問取り上げたわけでございます。1、平成27年4月以降の利用者数の月別実績は、平成27年度、平成28年度、平成29年度。2、この3年度の利用者の小学生以下、中学生、高校生の分類はどうなっているか、登録者及び利用者です。3、この3年度の収入実績とランニングコストは。4、執行体制は。5、今後の課題についてお伺いします。大城真由美子ども未来課長。ご質問6-1についてお答えいたします。平成27年度の延べ利用者数は11,157人、平成28年度の延べ利用者数17,274人、平成29年度の延べ利用者数15,083人でございます。過去3年間の月別利用実績は別添資料の通りでございます。ご質問6-2についてお答えいたします。平成27年度の延べ利用者は小学生以下8,843人、中学生358人、高校生60人です。平成28年度の延べ利用者は、小学生以下15,769人、中学生527人、高校生40人です。平成29年度の延べ利用者は、小学生以下14,366人、中学生131人、高校生12人となっております。開所時から平成29年度末までの登録児童数は1139人でございます。ご質問6-3についてお答えいたします。児童館の利用料の徴収はございません。ランニングコストにつきましては、運営委託料、光熱水費、警備委託料、建物損害共済保険料が発生いたします。年間額約1180万円となります。ご質問6-4についてお答えいたします。児童館運営は沖縄県労働者福祉基金協会に業務委託をしており、協会から3人の職員が配属されております。ご質問6-5についてお答えいたします。現在の児童館の利用者内訳は、小学生が8割以上を占めております。利用者の拡大を図るため、未就学児童の親子で活動できる事業をどう展開していくかが今後の課題となります。植地栄議員。この点につきましてはですね、細かな数字を挙げてもらって感謝します。それで児童館につきましては、18歳未満のすべての子どもを対象として、遊びや生活援助、地域における子育て支援を行い、子どもの心身を健やかに育児するということでありますけれども、この3カ年間平均しますとですね、約1万4000人がですね、年間利用されて、そして登録児童数も1139人ということでございます。私も実際5月に伺いましてですね、いろいろと事業計画書も見まして、大変素晴らしくまとめているんですね。で、館長も非常にお説明も良くてですね、非常にいい好印象を持ったわけでありますけれども、執行部としてこのいわゆるこの3カ年間のですね、老府協に委託しているわけだけども、
の評価としてどういうふうに考えておるかお願いします。大城真由美子ども未来課長。はい、まあ、一応老福協に今委託している事業でございます。で、あの運営の基本方針とかですね、まあ、活動内容あのもろもろいろいろとあの実績報告をさせていただいているんですけれども、まあ、それを、まあ、こちらで、まあ、一応、まあ、精査といいますか、まあ、そういうような形で、まあ、確認をさせていただいているんですけれども、やっぱりあの活発なですね活動をしていただきまして、でそしてあの、まあ、クラブ活動等ですね、それからまあ幼児のプログラムも少しもうちょっと力を入れたいなっていうあのご意見もありましたので、まあ、そういう意味であの積極的にですね児童館活動を運営しているものとこちらとしては認識しております。上地栄議員。まあ、あの私も実際行ってみてですね、あのこのいわゆる児童館の場合、一応は授業終わったらお家帰ってランドセル置いてから来るというのが建前らしいんだけども、まあ、あの弾力的に考えてですね、ランドセルはあのなんていうか許可制というかな、それで、して、ランドセルは一応その館で預かって、そして、その子どもたちの育成を図るということで、非常に弾力的に運用されているなということで、まあ、関心をしたところであります。それであの、まあ、現状についてですね、課題として、未就学児童の親子での運動があるわけですが、で実際これ見ますと、まあ、かなりあの母の日とか父の日にはいろんなあの、まあ、あさっては父の日ですか、それでいろんなこの何て言うんですかな、親子で共同で何かいろいろと授業なんかやってるわけですけど、この未就学児童の親子での活動というのは現在のところはされてないという認識なんでしょうかね。大城真由美子ども未来課長。ですね、されてないということではなくて、今実際あの月2回、ベビーマッサージ等とかですね、そういうような活動はしてはおります。ただあのやはりあの地域開放の意味でですね、地域 の, あの、まあ、保育所とか、それから児童デイサービスの施設とかですね、そういった、近隣の、まあ関係機関とまた遊戯室をですね開放していろいろ交流はしておりますけれども、特にあの未就学児の、まあ、午前中の利用ですね、あの児童館というのはやっぱり、学校終わってから皆さんあのお子さん来ますので、ちょっと午前中の利用がですね少しあのちょっともう少し活発化活性化しないかということで、ちょっとこちらとしてもあの提言しているところでございますけれども、あの未就学児に対する、まあ、午前中の利用とですね、まあ、施設開放とか、であと乳幼児の保護者にですね、まあ、児童館の存在とか子育て支援の立場からそういったことで あの事業発信をしていただきたいということで一応要望してまして、そういう計画もしていきたいということで、まあ、館長は話しております。上地栄議員。はい、とても素晴らしいことだと思っております。それであの問題ランニングコストですね、まあ、年間約1180万ですか、あるわけです。これは国県からの何らかの手当というかないのかなと気になるところで、全部あの村単独予算でやっているのかですね、お伺いします。交付税あたりで見られてないかお伺いします。大城真由美子ども未来課長。はい、いわゆるあの児童福祉厚生施設ですので、まあ、管轄の厚生労働省からの、まあ、あの補助金というものはございません。まあ、先ほどあの交付税のお話がありましたけれども、まああのまあ、算定基礎の中でやはりあの児童福祉費ということがございます。でその中で児童館等も、まあ含まれることは含まれるんですけれども、他にですね保育所とかで、それからまあいろいろとあの学童施設とか、そういったのをもろもろ加味しての交付税になりますので、まあほとんどまあ交付税あってないようなものっていう形でこちらとしては認識しておりますので、ほとんどもうやっぱり一般財源から持ち出ししているという状況でございます。上地栄議員。まあそれでですね、まあ年間約1180万ということであるわけで、まあ、これそうなってくると、これまであの児童館というのは例えば中学校に1つやる 2つの児童館とか、あるいは小学校区でやるとかいろんなことがあったわけだけど、まあ今回の補
補正でもですね、南学堂の後を継いで紀南小学校の方に学堂ということで実施設計費が600万でしたかな、組まれているわけでありますけれども、この児童館構想というのを今後も引き継いでやっていくのか、あるいはまたこれから少し軌道修正してやっぱり学童方式で村としては対応していくのか、この辺についての今後のいわゆる方針としてはどのように考えているかお伺いします。大城真由美子ども未来課長。はい、まあ、議員がおっしゃってます児童館と、まあ、放課後健全育成事業 の、 あの学童クラブっていうのは全く別な趣旨で実施している施設でございます。今多分あの児童館の中に南学堂があるものですから、まあ、議員さんは、まあ、一緒なようなあの認識で、ご質問されているかと思うんですけれども、全くあの事業の、まあ、対象児童とか、まあ、根拠法とか設備の運営基準とかも全く違うものですので、今現在ですね、今後児童館をどうしていくかってあたりはですね、まあ、できたら希望としては、各地域になった方がいいかと思いますけれども、今実際現在ですね、まあ、親御さんのニーズとかそういったのはやっぱり、放課後児童クラブ の、 あの学童を、作ってほしいとかですね、ニーズはそこの方に今ちょっとシフトしている現状がございます。でそれで、まあ、児童福祉的な立場からですね、まあ、児童館をというよりかは、まあ、ちょっとあの放課後児童クラブの設置にちょっと 今はですねやっていきたいなというようなことで、まあ、今後児童館をどうするのかというのはちょっと現段階ではちょっとお答えできません。はい、上地栄議員。それぞれは趣旨目的違うんですね。やっぱり児童館というのは18歳未満、そして放課後児童というのは小学1年か小学6年生が対象でありますので、まあ、いるとお金も出る出ないということもありますのでですね、児童館についても構想としては堅持しながらですね、放課後児童クラブについても家に進めてもらいたいということを希望申し上げて一般質問を終わります。ありがとうございました。上地栄議員の一般質問は終わりました。しばらく休憩いたします。次に議席8番荒垣修子議員の一般質問を許します。はい、議長。議席8番荒垣修子議員。皆さんこんにちは、荒垣修子です。よろしくお願いします。まあ、一般質問入る前に6月と言いますとまた過去の戦争を思い浮かべる話を聞かされたものでありますが、まあ、23日は慰霊の日を迎えます。まあ、読谷村では戦争編の編集に関わっているようですが、若い職員が自ら戦争も体験したことがないから県の追悼式典に参加しその内容を把握したいということで村の遺族に申し出があってですね、まあ、一緒にマイクロバスの台から行くようになっております。非常にいいことではないかなと思います。さて毎回申し上げておりますが、役場の職員も含め各地域で23日慰霊祭がありますが、そこに今年もまた参加されてですね、お互い平和を標榜している読谷村の者から平和を希求する意味からも今もない御霊に対しこの哀悼の誠をさせて捧げていただきたいことを念じて一般質問に入りたいと思います。さて私は4年前の村議選挙においてもこの総合病院の誘致促進後ということで村民に訴えてまいりました。今回で3回の質問であります。その中で2回目の質問やったときにですね、その中で急性期病院のお誘致をしたいということがありましたので、この急性期病院誘致を達成していきたいという答弁がありましたので、その進捗の状況をですねまずもってお伺いしたいと思います。城間康彦企画政策課長。ご質問の1についてお答えします。
これまで沖縄振興拡大会議での急性期病院の配分についての要望を行い、これまでも沖縄県医療政策課との協議を重ねてまいりました。今後の動きといたしましても、引き続き県並びに中部医師会などと協議を継続してまいります。荒垣修子議員。平成28年6月28日にですね、沖縄県の中央保健所長宛にですね、読谷村における民間病院誘致収支をですね、提出されていますね。それからまた中部の市町村会長宛に、同年の8月15日に読谷村における民間病院設立に関する要望書ということで、これは読谷村、茶谷町、カレナ町、恩納村の西海岸の4町村で提出されているわけですが、この件についてこの出された後で県もそれ吟味したのか、中部市町村会でも、まあ、昨年の8月に審議をされるようであるという答弁があったんですが、されたのか、そしてその内容がいかように出されたのか、内容が分であればご答弁をいただきたいと思います。城間康彦企画政策課長。はい、読谷村を含めて、まあ、中部市町村会が、まあ、県の方に上がっているんですが、県の方としては、まあ、読谷村の、要望ということで、受けて、まあ、それを、まあ、県庁内部で、まあ、審議はしたというふうに考えております。理解しております。荒垣修子議員。そして5年単位でですね、県が保健医療計画を作らなきゃいけないんですよね。5地区に分けて、南部、中部、北部、宮古、八重山と5地区に分けて作るんですが、平成30年も作るだろうということでしたが、作ってるのか、読谷村がこの急性期病院を要請した趣旨に沿ってですね、ベッド数も増やしてあるのか、まあ、先ほど大上地議員とやり取りありましたけれども、おそらくこの30年度のこの保健医療計画に基づいての答弁だったんじゃないかと僕解していますが、作れているのかどうかですね、そのところご答弁いただきたいと思います。城間康彦企画政策課長。はい、県の方といたしましても、まあ、地域医療構想だったり計画の方は、まあ、作られているということでございます。で、先ほど上地議員の方にも答弁した通り、その計画で、病床の推移があるということで答弁した通りでございます。荒垣修子議員。その場合に29年度までのこの医療計画と30年で計画されたものと、ベッド数がどう変化しているか、もう一度増えた部分、減った部分、あるいは全体的に増になったのか、前回の答弁では500床ぐらい不足だというふうなですね、全体的ではいうふうに答弁あったんじゃないかと思うんですが、全体的でそれ増えるのか減るのか、あるいはまたこまめなお金だったら急性期の病床が増える減る、一般病床が増えるのとかですね、あればご答弁いただきたいと思います。城間康彦企画政策課長。はい、今回の、まあ計画においてはですね、まず基準年度をですね、2015年、平成27年のですね、各病院からの報告で病床数の方をまあ基準としております。これが4229床です。で、すみません。はい。それで今回、計画に出ているのが2025年ですね、必要な病床数ということで、これはまあ平成37年度の目標なんですが、これで4992床とございます。ですので、2015年に比べて2025年については763床の増ということで、中部ですね、中部県域です。
で、その内訳といたしましては、高度の急性期が188床の増でございます。あと急性期については233の減、あと回復期については980の増、あと慢性期については152床の減というふうに計画の方では示されております。荒垣修子議員。今こまめに病床数ってもらったんですが、急性のこの病床が233減るということですが、これ減った場合にお互いが今予定して急性期病院のものに影響があるのかどうか答弁いただきたいと思います。城間康彦企画政策課長。はい、まあ、確かにまあ計画ではまあ県の方からですね、まあ、減という形であるんですが、まあ、この間、読谷そも西海岸にですね、急性期病院がないというふうに訴えてきておりますので、この辺については、まあ継続して、取り組んでいきたいというふうに思います。あと合わせてですね、今回回復期の方が、中部県期で、980床、少ないということもありますので、その辺の回復期の部分も含めてですね、総合的な部分で考えて検討してに入っていきたいというふうに考えております。荒垣修子議員。ぜひそういうところも考慮に入れてですね、この調整をして、もしお互いが読みたんさんにそれできた時点で、この減の部分が影響がないような形でですね、いろいろやっていただきたいなと思います。まあ、確認の意味ですけれども、この5地区にこの分けられていますが、中部の場合は、女さんも含めて、宜野座、金、そして中部の宜野湾と中臼を除いたの中部でしょうか、それ確認の意味でお願いしたいと思います。城間康彦企画政策課長。はい、北については今おっしゃった、恩納村、宜野座、から、以南ですね。であと南の方については、宜野湾、中城、以北の分が中部県域に含まれております。荒垣修子議員。ぜひこれはですね、読谷村村民からも要望もありますし、私もこれ重々訴えてまいりましたがね、お互い二大消防のデータ化するとですね、29年度の救急搬送率よ、いくらぐらいあると思いますか。数字分かるんでしたら答弁いただきたいんですが、分からなければよろしいです。しばらく休憩いたします。再開します。城間康彦企画政策課長。緊急のですね、部分ですが、29年度の部分で1920の出動回収ということでございます。荒垣修子議員。私が持っている資料からも、これは今度の出初め式の資料にあるんですよ。僕の質問がまずかったですが、急病ですね、急病で搬送されたのが1340件ですよ。じゃあ1日あたりいくらあるかといったらですね、3.67 ですよ。それ総合的に病院に搬送された交通事故とかですね、搬送されたのが2128件、相当1日 5.83 なんですよね。いうことは、今お互い二大消防事務組合組んでる茶谷町と金田町と含めてですね、人口の割に比例してですね、そういった搬送数も増えてるわけですよ。しかしこの救急搬送はですね、急病が発生した場合には3分救急だと言われてますよ。お互い今だったら3分で、あるいはその5分救急の中でね、対応して搬送できるということはまず厳しいですよね。今そのデータを見ると、二大消防が救急搬送していく場合は30分から50分、40分から50分ぐらいかかってるんですよ。一番この時間的に短いの沖縄市、うるま市。お互い二大消防が救急搬送する場合には30分以内の搬送が7割以上なんですよ。ですからこの村民の4万1000名の生命を預かるためにはですね、3分救急で村内の総合病院、夜間やあるいは救急の場合対応が必要なこの病院が必要だと。これはもうお互い共通した村民含めてのあれじゃないかなと思います。ぜひこれ努力をしていただいてですね、
完成することを私は願いたいと思います。そしていい機会ですから、皆さんが読谷さんは最初から無依存だったと思いますか。最初から無依存じゃないですよ。高橋の読谷郵便局をやりますよね。それから高橋に行くところ、高橋の公民館に行くところに風呂屋があったんです。右側の方にそこの高台のところに規制院ってあったんですよ。規制院があってそこで医療行為をしておった。それ以外は石川の方にあのコンセプトの総合的病院がありましたから、そこに行くとかですね、その2か所で対応しておった。おそらく議場にいらっしゃる中でわずか何名しかその規制員があったということは知らないだろうと思います。高橋の地にありましたからね。僕ら学校自分そこ行って、その敷地内にそのところが鳩を養っていましたからね。この鳩が野生化してそれを あれしたの景観もありますので、それからそこが別に移転していって無依存になって診療所ができたという歴史はありますから、皆さんそういうことがあったよということを頭に置いていってください。まずそこで最後になりますけれども、この件にこの村長の意気込みをですね、まあ、前後に聞きましたが、ぜひこれは村民の共通した要望だと思いますので、村長それなりの決意をしていると思いますが、最後に村長の答弁をいただきたいと思います。石峰伝日村長。はい、まあ、課題のですね、あれをお互い共通だと思っております。この西海岸に、まあ、急性期病院がないということですね。オルナ村から茶谷まで含めているような取り組みをしてきたところでございます。これは確かにですね、ないわけでございますが、しかも今主公議員おっしゃるように急遽搬送ですね、基地を隔てて東海岸まで行けないといけないという多大なですね時間のロス等々もあってですね、これはもう読谷村を含めてですね、読谷村に優勝の、救急病院をということですね。これは悲願でございます。それをいろんなですね取り組みをしてきたんですけど、まあ一番最新のですね沖縄県の医療構想の中では、先ほどらありますように五地区の中ですね、中部は急性期は余ってるんだというふうなですね、まあ、そういったあれが出たものですから、まあ、まあそれでもですね我々は、回復病床を含めてですね、そんなに、優勝入院ができるですね病院がぜひ欲しいということで、県を含め中部のですね関係団体と連携しながらですね、取り組みを粘り強くやっていきたいと思っています。荒垣修子議員。ぜひ将来読谷にこの村民が必要としている総合病院誘致ができるよう期待をしたいと思います。ぜひ頑張っていただくようお願い申し上げ、また議会もそのつもりで頑張ってまいりたいと思います。次に2番目にいきます。読谷警察署の実現に向けてあります。これも私は4年前の村民に訴えてまいりましたが、村民が安心で安全の村づくりはですね、読谷警察の実現と創業日の誘致だということで訴えてまいりましたが、4万1千名の読谷の地にですね、読谷警察の実現に向けてですね、いうことで日本一人口の多い村に多い村をですね安心安全にするためには、読谷警察の実現が実現すべきだろうと思っておりますが、ご答弁をいただきたいと思います。安田義智生活環境課長。ご質問2についてお答えいたします。嘉手納警察署へ問い合わせたところ、建て替え計画につきましては現在のところ予定はないとの回答でした。今後も嘉手納警察署の移転建て替え計画に注意を払いながら動向を見守ってまいります。荒垣修子議員。今度は嘉手納署に問い合わせしたら建築の予定はないということの返事があったようですが、
まず私が調査した結果をですね、申し上げたいと思います。一番今14の警察署の中ですね、一番現在古いのが糸満署です。糸満署がちょうど40年になります。これは昭和53年、前回も申し上げました1978年ですね、3月29日に竣工しています。それで今回ですね、用地確保ができまして、糸満小学校の跡地、これは内陸部の方に位置しておりますがね、今は埋め立て地の方に今糸満署あるんですよ。そこから内陸部に移っていきます。そこは31年度内に完成するということを今進めていると、ということで、これ確たる情報ですからね、これ間違いない。そして2番目に古いのがですね、名護署なんです。名護署、名護署は昭和55年、まあ、これは前回やった時に僕の情報と担当課長のこの安田課長とのね、皆さんが調査した調べたのとちょっと相反するということがありましたので、これしっかりした数字、日付調べてきましたので、この場でこれを僕の方がこの数字が合ってますからね、やっていきたいと思います。まあ、昨日は名護市ですね、昭和55年、まあ、西暦1980年ですね、5月15日38年になります。3番目に石川署、昭和56年1981年7月15日37年になります。そして4番目に宜野湾署、昭和54年、西暦で1979年7月の31日ですね、39年になります。5番目に古いのが元部署です。昭和57年、西暦で1980年3月25日、36年です。そして海南署が6番目になります。海南署は前も申し上げました、昭和58年、西暦で1983年3月21日、まあ、今年で35年を迎えたと。ということはですね、6番目に位置されておりますので、大体40年、糸満市が40年で建て替えしますからね、大体その目処じゃないかなと思うんですが、僕は10年そこらでは、その順番が来るんではないかなと。まあ、これは林長との力学もありますがね、結局本部の方を調査しましたら、いろんな全県的なこのあれと、それで地域の状況も踏まえてですね、立地を選定していくということですから、そういうことからすると今頃から声を上げておけばですね、読谷に地を取った読谷警察署が実現不可能ではないと私は見ていますので、これからも声を上げてですね、やっていただきたいというふうに思います。そしてさらにはソビエ駐在とフルゲン駐在でしたか、廃止するということのあれがあって、いろいろ残してくれということがありましたが、その中に文書の中に議会としてもですね、残すようにしてくれということですね。その文言の中に新たに読谷警察署の実現に向けてというような文言も入っているんですよ。そういうことを取り組んでおりますので、執行部としてそれ以外に新たに何か取り組んだことがあるかどうかですね、あるんであればご答弁をいただきたいと思います。安田義智生活環境課長。読谷警察署の提案につきましては、議会で、何度か今、お話がありました。で、まあ、そのたびに、確認をしておりますけど、今のところ、まあ、予定がないという状況にありまして、で、今さらに6番目の古さということもありまして、そのある程度こう近い順番に来るっていうものを今見ている状況、動向を見守っている、まあ、状況であります。で、まあ、今回糸満署の方がですね、建て替えになるっていう情報も
私たちの方も持っておりまして、で理由としてはまあ、古いというものももちろんそうなんですけど、まあ、向こう海抜が低いということもあります。で地盤沈下も起こっているという、現状、そして、地面の 液状化も含めてですね、そういったのが加味されて今回建て替えをしていくということで、で、まあ、それ以外のところにつきましても、まあ、できるだけ補修を中心にですね、やっていきたいということもありますので、今現在私たちとしては、まあ、その情報収集をするところで、まあ、それ以上のところ、それ以上の、まあ、取り組みということは今特にやっておりません。荒垣修光議員。まあ、今回で3回目質問しておりますが、まあ、こういう内容ですね、進捗はないかもしれませんが、この声を上げるということは大事だと思います。まあ、前にもですね、富城署、まあ、那覇署が肥大化してきましたから、分離独立して富城署ができた、それから浦添署ができたですね、そういう歴史もありますので、読谷も僕は率先してあげて、声を上げてもいいんじゃないかなと思います。まあ、前回村長の思いも聞きましたので、今回は担当だけはとどめてですね、村長を投入しますか。じゃあ、村長の思いを一つお願いしたいと思います。石峰伝日村長。はい、まあ、現状はですね、厳しいということがありましたけど、まず一つだけですね、まず言えることは、災害に強い警察署ということですね。まあ、それは嘉手納署には、現在の嘉手納署に大変申し訳ないですけど、津波等々が来たときにはですね、まあ、ここは70メートル、標高70メートルあるということでですね、まあ、そういったことで、すでに、機能移転訓練ということで、嘉手納署をですね、我々の文化センターに持ってきて、訓練をとかというのをすでに現実的にやってますんでですね、まあ、すぐ今という話ではないんですけど、最終的にその災害とかいろんなのを考えたらですね、やっぱり警察は高台に移した方がいいんじゃないかというようなですね、まあ、そういった切り口はあるかと思いますので、まあ、いろんな意味でまた粘り強く取り組んでいきたいと思います。荒垣修光議員。一つ皆さん頭の中に入れていてくださいね。ぜひ実現できることを念じております。はい、じゃあ次、3番に行きたいと思います。地域活性化の充実についてですね、いかに活性化を進めていくかお伺いをしたいと思います。城間康彦企画政策課長。ご質問の3についてお答えします。本村の村づくりはこれまでも各地域の自治会活動を基盤として取り組まれております。今後も各自治会活動の活性化や各種社会教育関係団体の活動の支援を図り、村民とともに共同の村づくりを通した住民自治の推進と地域の活性化に取り組んでまいります。荒垣修光議員。答弁の中にですね、自治会活動を基盤として取り組まれておりますということがありますが、まあ、自治会活動を基盤として今後進めていくということでしょうか。お伺いします。城間康彦企画政策課長。はい、まあ、基本的に、まあ、これまで、まあ、自治会を中心として、まあ、やってきたということもあるんですが、昨今、まあ、行政区のお話も、あります。そういうのも含めてですね、やはり地域にあったですね、今、現状にあった形、将来を見越した形の、地域コミュニティの在り方については今後、共有して、取り組んでいきたいなというふうに考えております。荒垣修光議員。私が一番懸念しているのは19行政区は線引きしましたよね。その19行政区をいかに地域が活性化しないと、村全体活性化しないと思うんですよね。ですからこの地域はこれ10億の行政区を振り分けしたけども、そこをいかにまとめて10億がまとまってね、活性化していくかなんですよ。そこはどういうふうに考えていますか。
城間康彦企画政策課長。はい、荒垣議員がおっしゃるようにですね、まあ、自治会がありながら、まあ行政の代わりもしているということもあるんで、今後は、まあ自治会も含めて、また新しく、まあ、今、自治会にまあ加入されていない方も、多数いるというのは認識しておりますので、各テーマですね、例えば福祉だったり、子ども・子育てだったり、そういうテーマごとのまた、切り口もあるんじゃないかなというふうに思いますので、そういう、グループの作り方を含めてですね、それが一つの、まあ、行政区の、まあ活性化だったり、自治会、まあ、にも入ってもらうという活動も含めてですね、きっちりした形で、改善に、努めていきたいなというふうにあります。特には、今田村行政ですので、行政のサービスをする上ではやっぱり行政区の部分はきっちり、支援していきながら、とともにですね、まあ、自治会についてはこれまでの歴史の流れがありますので、その部分についても、まあ、支援はしていくという形でありますので、まあ、今回の、まあ、ゆうた様のビジョンでもありました通り、包括的な、まあ、コミュニティを推進しながら、きっちりした形の行政区の在り方は今後、詰めていきたいなというふうに考えております。荒垣修子議員。ぜひですね、これせっかく上空の行政区に区分けしてありますからね、そこも全体的に活性化できるかどうかというのはですね、皆さんが一つの課題だと思うんですが、自治会があって行政区のものが二重になっているものだからね、やりづらいところもあると思うんですが、まあ、やっぱり自治会の活動に行かざるを得ないところもありますけどもね、せっかく終わった上空の行政区をね、どうやっていくか。読谷に来ている県外から来たお客さんの話を聞いたらですね、読谷のお風呂に住んでいる青年ですけれども、世界中を歩いてきたそうです。世界行ってきたけれども、沖縄が住み心地いいですねと、その中で読谷がいいですねと、お風呂のこっちから海上から眺めて海岸を眺めろ。仕事はしかし、外国で100名以上の雇用して、向こうの現地法人に任せてたらしいんですよ、行ったり来たりね、住んでる読谷に住んでる。そしてある人は長浜に住んでおりますが、ラスベガスに10年、いろんなアトランタに何年という外国を歩いてきてですね、あとは読谷がいいですと読谷に住居を構えている。そういう方々いっぱいいるわけですよ。いろんな方々いらっしゃいますからね、そういう方々を県外に来た人も一旦住んでしまう読谷中ですからね、それいかにお互いに中に包含してやって読谷に住んだよという。の人だということですね、誇りを持たせていくかということにかかっていますからね、でそういうのを踏まえて念頭に入れていってください。そして農水課長にお伺いしたいんですがね、今地域でいろんな催しが出ていますよね。ここ最近では大きな水害を祭りしてね、以上の盛況だったというお話聞いております。私も覗きをしましたけれども、販売まではいなくてですね、たくさんのスイカが売れたということで、テントも何張りかあってですね、やっておりましたが、そういうことで地域をおこしをしているところもあるわけですよ。農水としてこういうものを絡めて、農産物を絡めてこの活性化する何か考え方あるかどうかお伺いします。屋良町系農業推進課長。大きなスイカ祭りですね。私今回案内あったんですが、ちょっと仕様でちょっと行くことができませんでした。しかし大きな協信会の方で、私今度からなんですけど、いろんな大きな、地域の話いろいろお伺いしました。その中でですね、読谷さんが今やってる我が島一品事業の中で、スイカを作ったものを何かできないかということでですね、去年はスイカに、スイカを使った餅、パン、ジュース、ジャム、パンケーキ、ピンクライス等ですね、作って、餅の方が大好評、いろんなことができるんじゃないかということはお伺いしております。でその辺でですね、農作物を使って、地域の方々の活性化、何かを一つのものに対していろんな形で、できるのかなというふうに考えております。荒垣修子議員。農水は農水の立場でですね、地域が活性化するようにですね、横の電気を取りながら一つお願いしたいと思います。さて、若い方々、
この学生とか青年連中とかですね、この若い人たちが交流して、この若い者が上だけが年配者がありしていっても、定年齢者もですね交流があって、その若い方々の活性化が必要だと思います。まあ、最近青年会が衰退してきてますよね。イエイサーの大綱が鳴ると同時に青年会が復活する地域もありますが、これもいいことだと思いますが、そういうところで青年会とかそういった青少年の育成も含めて、青年会の育成をどう考えているかですね、この青年会が活動しやすいように、あるいはこの育てていく組織をないところで、今から組織を立ち上げていくとかですね、そういう当局で考えがあるのかどうかお伺いします。山内正直生涯学習課長。はい、今青年会のお話もありましたけど、ちょうど昨日PTA 読み P 連さん、読み子連さん、孫婦人会さん、読み生協さん、4団体総会終わりましたので、合同ミーティングということで役員の方集まっていただいて、少し意見交換させていただきました。で、まあ、読み生協さんもそうなんですけど、読み子連さん、婦人会さんも少し、会員数加入数がちょっと減ってきているというお話がありました。ただ地域の方では全くないわけではなくて、読み子連さんにしても読み生協さんにしても、地域では活動してるんだけど、読み生協では読み生協や読み子連にはちょっと加入しているところが少ないっていう現状もありますっていうお話は昨日聞いてます。でそこを、一緒に即効性があるものが、あればいいんですけど、地道に一緒にお話ししながら、一緒に活動していきましょうというお話を昨日させていただいてますけど、コレンさんと、婦人会さんですねは特に今年、障害学習係の方は少し力を入れていきたいなと、相談いろいろなことを一緒に行動していきたいなと思っています。荒垣修子議員。ぜひ定年層の方々もですね、青年会も含めてですね、そういう活性化が必要だと思いますので、ぜひお願いしたいと思います。3番目終わりますが、しばらく休憩しましょうね。はい、しばらく休憩いたします。